福沢ジャストミート、あきらでございます。皆さん、こんな時間まで起きててよかったですね。この時間はですね、全日本プロレス中継 in 武道館と称しまして、先日3月4日に行いました日本武道館決戦の模様をですね、ハーレム実況ナイト、ザ・シュチ・ニクリンと称してですね、一緒に上り詰めていきたいと思いますね。今日の特別ゲストはこちらでーす。 CC ガールズの皆さんです。どうこの匂い立つような黒髪、いやもうたまりませんね。あんまり近づくとなんかビビッと感電してしまうから、そんな魅力がある4方なんですけどね。いやそれにしても皆さん、このかなりこのワイルドなコスチュームで決めてまいりましたね、これね。これプロレスなんで、私たちもこうガチッとした感じで今日はこうジャケットで決めてみたんですけども、なるほどね、ちょっぴり SM チックでまたいいかなという感じがいたしますけどもね。ふだ一人ずつこの、一戦に臨むね、抱負を述べていただきたい。抱負ですか。藤森さん、はい、お願いします。藤森優子です。初めてなんですよ、プロレスをこう生で見るのは。生で見るの。そう、テレビではこういつも見てね、うわーとかうーとかって思って、痛そうとか見てたんですけど、今日生で見れるからすごい今ドキドキしてます。生はすごいですよ。人生すべからく生は最高って言いますけども、今夜はすごい。そうですよね。選手権試合2つもありますんでね、はい、きっとね、藤本さん人生が変わると思います。そうですよね、楽しみにしてます。ちゃんと着替え持ってきましたか。あ、持ってきました。あと3枚あるんで大丈夫です。3枚あるんですか、このもんが。いや、激しい生活を送ってらっしゃいますね。お見事でございます。今日はよろしくお願いします。そしてね、藤原理恵さん、はい、藤原理恵です。藤原さんはプロレス観戦歴はどのくらい。私は観戦はないですね。テレビではよく見てるんですけども、ルールとか分かんないでいつも見てるんですよ。ルール簡単じゃないですか。肩が3秒間つくと負けなんですよ。いや、なんかよく分かんないで、あーとか思って見てるんですよ。でも私結構ね、すぐ興奮しちゃうたちなんです。一緒になって上り詰めやすいたち。もしかして、もし飛んできたりとかしたら、私マイクでゴインとかやっちゃうかもしれないなみたいな。戦っていただきたいと、ちょっと頑張ろうかなとか思ってるんですけど、メイク落ちませんか、汗で。大丈夫です。フィットしてきました。ちょっと厚塗りですみたいな、違うから。はい、じゃあ今夜は私と一緒に登り詰めていただきたいと思います。はい、そして青田さんです。はい、こんばんは。青田さんはどうなんでしょう。ですね、私の友達にすごいプロレスファンがいて、で、この試合がどうしても見たかったんですね。でも券が取れなくて見れなくて、どうしてなんだ、どうしてなんだって殴られそうでした、私の方が。だから凶暴ですからね。だからすごく楽しみです。なんかすごいらしいですから、本物は。じゃあもちろん生は今夜が初めて。初めてです。もうバッチリ見てきます。生が初めてでございます。さあ、そしてですね、これまで何度も何度も上り詰めた経験をお持ちの原田さんでございます。もうたまらんでしょ、はい、日本武道館、はい、もう楽しみです。なんかね、先ほどから胸のことがドキドキ聞こえるようですからね。もうプロレスをね、見続けて22年、もう赤ちゃんの時から見てるんですか。もう見てます。すごいですね。ひょっとしたらレスラーになりたいなと思ったことないですか。いや、それはないですけど、もう本当にもう生でも何回も見てます、私。安島さんっていらっしゃるんですか。私出身地が同じなので、石川県。デビュー戦は私生で見てました。デビュー戦も見てる。はい、それプロレスファン超えてプロレスマニアですよ、それ。前から一列目で見てたんです。おっと、皆さん耳を澄ましてください。これは第一試合の入場テーマですよ。まあ早く行かなきゃ。みんなカモンカモン、俺についてこいよ。アイムノットルーオーシバ、おい行こう。さあどうぞ、さらない、さあ行こう行こう。始まった。髪型で選ぶ3タイプ、肩ミスト、フワミスト、サラミスト、プロデュースヘアミスト、新発売。なんだ、ステーキなので土が焼く。粗挽きポークをベーコンで包んだ粗挽きグルメイドステーキ。ステーキなので土が焼く。なかなか絶妙。日本ハムの粗挽きグルメイドステーキ。あなたを盗んでやる、カメリアダイヤモンド。銀座ジュワイオクチュール巻き、新横浜プリンスペペ3階にオープン。1年に1度のスペシャルプログラム、オールジャパンジャズエイド92、
5月9日土曜日、日本武道館にトップミュージシャンが大集結。チケットはご覧のところで好評発売中。始めましょうシンデレラレッスン、無料エステ講座実施中。高野由里ビューティークリニック。軽くて美味しいカロリーソフト。軽くてこんなに美味しいのに脂肪分1/2。カロリーソフト、日本ハムのカロリーソフト新発売。1992年エキサイトシリーズ日本武道館決戦を迎えました。副音声ハーレム実況ナイト、ザ・七里グリーン、 CC ガールズの皆さんとお届けしております。さあまずは超世代軍を迎えます。超世代軍を迎える日本武道館、川田俊明、小橋健太、菊池清志組のチームを迎え入れておりますが、場内はもう早くも手拍子が出ております。手拍子あふれ、さあやってまいりました。こっちケンタジャンピングイン。オリジナル T シャツを今観客席に投げ捨てました。そして川田俊明やってまいりました。さあこの45分の一本勝負のシックスメンタックマッチ、もう日本武道館は興奮の列をプロレス共有空間に向かしてまいりました。さあ CC ガールズさん、ジャイアントママさんをお迎えしますよ。もう CC ガールズも総立ちだ。早くも乗り詰めている原田さんであります。ジャイアントババアンドレザジャイアント、ドリーファンクジュニア組を迎え入れようとしております。もうとどまるところを知らないこの日本武道館の盛り上がり。さあ人が火から頭一つ、そして二つを見れたジャイアントババがやってまいりました。ババです、どうだ。そしてその後ろがアンドレザジャイアントだ。どうだ、でかいだろう。存在が犯罪、歩く岩尾と言われております。このアンドレザジャイアントがやってまいりました。早くもスタンディングポジション取っています。リング上ご覧ください、ジャイアントババがいる、そしてアンドザジャイアントが動いている。今リングの中に入ってまいりました。大きいお尻だ、大きい胸だ、そしてなんといってもでかい顔、アンドザジャイアント。そしてその隣ジャイアントババで、おジャイアントババ今ゴミを拾いました。礼儀正しいジャイアントババゴミを拾っております。日の丸タイツ、よく覚えてね。はい、青春の握り拳、小橋健太だ。オレンジクラッシュいい男、青春の武将髭川田俊明、今夜も無然としております。この男すごい紙テープの量だ。戦う落ち武者、ザンギリ頭だ。ドリーファンクジュニア50歳、一人占め、アンドレザジャイアント動きます。この男ババも上り詰めるぞ。今宵のシックスメンタックマッチ、七色のテープが雨のように降ってまいりました。あの大きいお尻といい、お腹といい、顔といい、吹っ飛んじゃった。すごいでしょう、ね、小橋選手だって非常に大きい選手なんですよ、それが彼が子供のように見てしまう、この大きさです。アンドレザジャイアント小橋健太をロープに振りました。ショルダータックル、おおっと、若干足腰に不安があるところです。アンドレザ、さあそして爆弾小僧を引き当ててまいりました。かわしたかわした、菊池がダウンします。身長差、身長差50センチ、身長差50センチをどのように繰り返すのか。ほとんど大木に向かっている子供のようであります。子供とお父さんが遊んでるみたいですね。しかし両選手とも真剣そのもの、立ち向かっていく、懸命に立ち構っている。すごいぶら下がってますよ。さあどのようにこの大きい男を攻略するんでしょうか。川田のキックが通用するかどうか。これ大きすぎて反則に近いですね。でもね、存在が犯罪と言われてますから ね体が凶器と言われてます。アンドレザ・ジャイアント、すごいな。おっと投げるか投げるか、体重200キロ、体重200キロのアンドレザ・ジャイアントを投げるかどうか。
そんなバカなといたところです。ヤシの実割りです。やはりこれか。足踏みつけ、体重200キロですよ、200キロ。指が折れ分ばかりでしょう、これは。どうですか、お父さん。もうのれんに腕押しと申しましょうかね。なかなかこれ技が効くもんじゃありませんよ。ねえ。ロープに振りました。スピンキック。ドリーファンクジュニアダウン。カウントは一つ、カウントは一つです。さあブレインバスターの体勢か、ブレインバスターか、いやバックに待った。そして同締めスリーパーホールド、胴を締めている。そして上半身でスリーパーホールドで、これ締め技です、合体技です、複合技であります。あ、バッハザさん、ババさん上手いですね。いいですね今のババさん、すごい。ババさん今ちょっとニヤリとしてましたから、ね、ババさんの笑顔すごい素敵ですね。憎めない方です、ジャイアントババ。ブレインバスター、ブレインは脳みそ、はい、脳みそ砕き、ブレインバスター。キャンバスが大きく揺れます。このキャンバスというのは、このマットの下がね、木が敷いてあるんですよ、はい、木材。かなり硬いんですよね。硬いですよ、これは。痛いですよ、ね、さあドリーファンクジュニア、そして小橋健太であります。いやでも小橋さん、1週間前 の鶴田さんと一騎打ちはすごかったですね、はい、あ、ご覧いただきました、ね、最後はバックドロップで、もう少しというところですね。もう急成長です。まだ彼は24歳ですからね、24歳ですか。ということで、こちらの調査を見ますと青田さんと同い年ですね、24歳。じゃあ頑張ってほしいな。羊年ですか。そうですね、はい、羊の仮面をかぶった狼と言われてますからね。そのくらい武々しい男です、小橋健太。そしてまた小橋健太の必殺技がムーンサルトプレスと言いまして、はい、このコーナーポスト一番近い高いところから爆中1回転してボディープレスするという、はい、アクロバットのような技がありますので、ね、ご注目いただきたいと思います。さあ菊池剛が出てまいりました。エルボーです。さあ菊池剛、もう顔を真っ赤にして頑張っております。大東文化大学のアマチュアレスリング部出身のこの菊池剛、仙台出身です。エルボーです。さあ返していきます、菊池剛。日の丸タイツの菊池。さあ45分の一本勝負、今10分が経過しました。菊池剛です。ロープに目いっぱい振りました、自ら走ってラリアット。あのラリアットという技はぜひ覚えていただきたいです、はい、ラリアットというのはですね、おっとこれがですね、有名な起き上がりこぼしチョップと申します。起き上がりこぼしのようにチョップを放っていく。これ覚えてくださいね。カウントは2です。さあそして若武者小橋健太が出てまいりました。逆水平チョップです。目を釣り上げて勇ましい表情で飛ばし、ラリアット巻きつけるように打ってきました。そして DDT カウントは2。さあ小橋健太がこれギロチンのように首やる、ギロチンドロップですね。分かりやすいですね。そんなこのくらいでこの頭抱え込んでダメですよ。まだまだこれからですかね。さあそして社長嬉しそうだ。ヤシの実割り、ヤシの実を割るようなね、相手の頭攻撃でね、ヤシの実割りです。覚えてくださいね。これは馬場選手の18番です。身長が2m9cm、 元巨人軍のピッチャーでありました、ね、ジャイアント馬場、はい、ね、レッグラリアット、足でやるラリアットです。さあ小橋健太が何かを狙っている。さあ小橋健太、さあ決死のムーンサルトプレスいきます。これムーンサルトプレス、ジャストミー。どうでした、かっこいいでしょ。すごい、ムーンサルトプレスってんです。あれが月面宙返りのプレスですね。覚えましたか。さあ今度カードシャルの顔面蹴りです。ババさんがかわいそうだ。ババさんがかわいそうだ。ねえ、かわいそうだって言ってられないからね。そう、これは勝負の道ですからね。そんなこんなこと言っていけないんですよ。ああ、側頭部蹴り。あ、ババさんがもだいております。ババさんが苦しそうだ。ババさん投げられた。ああ、ババさんも投げた。社長投げた。そしてトップ。
絶対絶命のピンチ。頑張ってほしいな、ちょっと。馬場さんが困っております。さあどうするんでしょう。苦悶の表情、ジャイアント馬場ロープに振った。なんと16分キック、これが16分キックです。足の長さ40センチですからね。さあそしてザンギリ頭のドリーファンクジュニア、エルボースマッシュです。肘打ちを見せます。もう髪の毛がボサボサになってまいりました。おっと逆さ抑え込み、極めてみんなで肘、カウントは2、カウントは2です。さあかなりこの試合ねクライマックスを迎えてまいりましたので、ここから先見逃さないで、はい、フィッシャーマンズスープレックス。フィッシャーマンというのは魚取り、ね、はい、あのお魚取る人が網を巻くみたい、あれに言ってるとフィッシャーマンズスープレックスですね、はい。さあ菊池剛がオンザトップ、ミサイルキックかわされてしまいました。さあスピニングトーホールド必殺技これです。ドリーファンクジュニア必殺技スピニングトーホールド。菊池ピンチ、菊池ピンチ、スモールバッケージホールドでかわす。逆に今度はカウントツー。さあ中低オンストンピンクレイクが始まりました。青木さん足組んでる場合じゃないですよ。いいですか。さあ馬場さんが場内、あーバックに回った、ここやった自らロープラステエルボー、もう一回走るドリーファンクフラフラ、あ足を捉えられた、まずいスクリーンとオールド、菊池まずいどうだギブアップか、どうだ川田がカットに入れるか、川田がカットに入れるか、あーギブアップすごいですね、テキサスブランコ。このようにギブアップで勝負ある場合もあるんですね。いやー凄まじい戦いでやりました。最後はドリーファンクジュニア、今原さんが申し上げた通りテキサスブランコ、凄まじい魂の入ったバトルでやりました。いやいきなりのっけの試合からこの副音声ハーレム実況ナイト上り詰めてしまいますね。まだあと今夜2試合あるんですからね、もう皆さん汗一緒になるんじゃないかと思いますけど、さあただいまの勝負タイムが14分と48秒。最後はドリーファンクジュニアが菊池剛にスピニングトーホールドで勝負ありました。